い、皆さんおはようございます。今日は、2024年の10月の18日、ここは、十五島公園という公園です。前回は、10月25日でしたかね、公園管理をしてないということでね、どんぐりがたくさん、今年はもうどんぐり豊富でね、たくさんこの公園内の通路に落ちてました。で、歩くのは大変でね、私は公園管理してないという動画を上げました。10月の17日なんでしょうかね、清掃されましたね。まあ札幌市も予算がないからね、予算の節約っていうのは重要なんですけど、職務怠慢は困るんだよね。やっぱり手抜きしていいとこと手抜きして悪いとこがあるからね。ここはもうみんながね、通路として歩くとこですからね、やっぱり滑って転んだりしたら大変だからね。年寄りが頭を打って死んだらどうしたらいいんでしょうか、本当にね。まあやっと、2024年の10月17日に清掃されたようです。本当にね、やっぱり担当課長がこれ悪いんだな、これな。ちゃんと仕事のタイムテーブルを作ってね、1週間に1回、まあ10日に1回でもね、やっぱり公園管理はねしてほしいよね。ねえ、みんなの公園だからね、一人の公園じゃない。ここは天下の十五島公園ですからね。いや、それをね、やっぱり考えて、やっぱり公園管理は必要です。まあそう清掃されたんでね、ありがとうございました。今日はこんなとこかな。またお会いしましょう。さよなら。